今日はジョージメンズコーチさんに来ていただいたので、ジョージメンズコーチさんにコーチングしていただこうと思います。では早速、ジョージさん、おい、いや、びっくりした。ちょ、なんすか、もうジョージさん、ウルリマプロレックス、タイに来てフレックス、おう、ご自慢のセックス。ちょ、ジョージさん、ちゃんとコーチングしてくださいよ。これ淡々とやるべきことを積み上げるだけ、何もかも。そう、なるほど。夜でいいですか？ガチで危機感持った方がいいと思う。え、俺高校3年生の時、はい、偏差値がね、サッカー部クラスだから、まあ40とか50とか、まあ、今関係ある、誰一人勉強しない感じで見たわけ。ちょっとコーチング、その中で俺は青学を目指す。いや、それ、うん、今関係ないっすよね。3ヶ月で忘れないで日々の努力を続けてほしい。いや、ジョージさん、もう1試合終わったっすよ。ジョージさん、マジ今度こそちゃんとコーチングしてくださいね。ちょっとあんまキルできないんですけど、どうやったらキルできるようになりますか？人間なんてどこにでもいるんだ。ただお前が自分からその出会いを作りに行ってないだけで、待ってても何も始まらないよ。自ら知らない人に声かけないでどうやって新しい出会いを作るの？お前はそんなにスペシャルな人間なの？そうじゃないでしょ。だったら自分から何かアクションを取らない限り、お前は一生出会いなんて作れないよ。あ、そうですよね。すいません。そうですよね。すいません、ジョージさん、今日は本当にありがとうございます。わざわざ来ていただいて。お前はどの道苦しむために生まれてきてる。それがお前の宿命なわけよ。もういいよ。やばい、なんかジョージさん怒ってんだけど、ちょっとどうしよう。ジョージさん、マジすいません、本当にちょっと俺、あ、はい、人生で初めて、はい、ハマチを食ったんだよね。今ここでもうこの一口目からハマチに、ハマっちまったよ。いや、次は誰に頼もうかな。